おはようございます。めちゃくちゃ寝てました。4時間だけですけど、おはようございます。今多分折り返しのフェスの順位発表、中間発表でどこが勝ってるかってのを多分やると思うんですよね。はい、中間発表みたいな、あ、来ましたね。これで勝ったチームが鳥からバトルのど真ん中にされるのでちょっと俺じゃない方がいいな。うちのチームやめよう。またエイさんのチームさ、ど真ん中じゃん、鳥からバトル。しかも道具チームといい接戦だし、食料何やってんだ ?3% 差って結構ついたな。ちょっと、鳥からアタックど真ん中って。またエイさん真ん中なんですけど。もう、鳥から超ダメ。あ、マサバ海峡なの、え、どういう感じやんだろう。マジ?鮭やってる。マジか。またエイさんじゃん。おー、いい。プリガラバトル、端から攻めたいのにな。あれ、目の前なんかある。あ、踊ってる。踊ってるよ。風花と、打つ方。エイさんは?いた。エイさん。エイさん、ここでも鳥からバトルの真ん中になってるよ。エイさん。ここでもど真ん中だよ。もしかして、決められてるのか、これは。そうだよ。立ち位置も真ん中だもんな。これは、絶対エイさんが勝つ仕組みじゃないのか?それ違う?気になるとこなんですけど、皆さん、中間発表も出たので、はい。今から僕は道具チームに、移りたいと思います。無理です。寝返ることはできませんでした。なので、真ん中でも、真ん中でもいいように、これから鍛えて、鳥からバトル頑張りましょう、皆さん。頑張ろう!